ワディナが見たいのだ、ワディナが見たいのだ。物心がついてから一度もワディナを見たことがないのだ。一度も見ないまま死にたくないのだ。ワディナを見てから死にたいのだ。少し冷静になれよ、ズンダモン。お前は今まで実際に女性に対してワディナを見せてほしいと伝えたことはないじゃないか。自分からその気持ちを伝えなければ見せてもらえるはずないだろう。向こうから勝手に見せてくれるとでも思ってるのか。でもでもお願いしても断られたり通報されたりしそうなのだ。そりゃ断られることもあるだろうさ。でもそれが何だって言うんだい。お前は失敗を恐れすぎる。100回失敗しても101回目で成功すればいいくらいの気持ちが必要だな。勇気を出せよ。お前ももう60歳だ。残された時間はそう多くないぜ。わかったのだ。やってみるのだ。僕にとって一番身近な女の人は僕のお母さんなのだ。お母さんに頼んでみるのだ。どうしたの、ズンちゃん。改まって。お母さん、嫌じゃなかったらでいいんだけど、僕にバディナを見せてほしいのだ。こんなおばあちゃんのでいいの？どうせ初めてなんでしょう？女の人のを見るの、私のでいいの？いいのだ、見たいのだ。わかったわ、見せてあげます。でもその前に、せめてシャワーを浴びさせてね。ありがとうなのだ、お母さん大好きなのだ。うわぁ、こんな形をしてたのだ。すごいのだ。皮がビラビラでイソギンチャクのお口みたいなのだ。そうよ、この穴からあなたが出てきたの。それはそれは痛くて苦しくて大変だったのよ。ごめんなさいなのだ。謝らないでいいのよ。私はあなたを産んで本当に良かったと思ってる。生まれてきてくれてありがとう、ズンちゃん。私は多分もう長くないけど、お母さんがいなくなっても元気でやっていくのよ。一人で寂しい時は、お母さんのバギナを思い出すといいわ。あなたの心が少しでも満たされるのならば、それがお母さんの幸せです。お母さん、触ってもいいのだ。